どうもです。今回は2023年夏アニメ曜別の感想を語っていきたいなと思います。対象作品は7月30日日曜日から8月2日水曜日までに放送されていて、私が視聴した作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆様のご意見もお聞かせください。ということで、早速日曜日からお話ししてまいります。1つ目、広がるスカイプリキュア26話ということで、まあ、ここ最近の広がるスカイプリキュアなんですけど、結構ね、みんなの絆みたいなところを全面に押し出してくるんですよね。まあ、それは非常に微笑ましいんで、まあ、いいなーって思うんですけど、これがね、不穏な振りというか、この絆が、ちょっと亀裂入っちゃうみたいなね、そんなんの、こう、前振りじゃなければいいな、みたいなところを見ながら、毎週微笑ましく視聴させていただいております。まあ、今回の26話はですね、なんかピーチ空港みたいなところに行くっていう話だったんですけど、そこで面白かったのが、まあ、ソラちゃんがですね、双眼鏡ですか？で、そういうのなんか置いてあるじゃないですか、でっかい双眼鏡みたいな、あれを逆の方向から見るってですね、天然ボケをしていたんですけども、それ非常に面白かったなと思います。2つ目。青のオーケストラ17話ということで、衝撃的やったね。青のオーケストラ17話はもうびっくりしまして、で、私は16話時点で予想していたんですね。まあ、おそらく佐伯くんは青野くんのお父さんと何らかの関係があるんだろうと。で、私の予想っていうのは、佐伯くんは青野くんのお父さんにバイオリン習ってたんじゃないかっていう、海外で習ってて、で、それを追いかけてなんかまあ日本に来たんかなみたいな、そんなことを予想していたんですけど、もうそれをね、はるかに超えていったのよ。え？思って。もう佐伯くんと青野くんが腹違いの兄弟っていうね。でもそのお父さんって不倫みたいなね、それが報道があって大変なことになって、青野家もぶっ壊れたわけでございますけども、その不倫相手が佐伯くんのお母さんやったみたいな。なんてことしてんのみたいな。日語ですけど、NHK ですけど、と思いながらね、見てて。でも、まあ、弟子やったらさ、その青野くんの弟子やったら、今、その、すごく納得がいくというか、まあ、青野くんと佐伯くんってライバルやし、で、佐伯くんも、青野くんの演奏に惹かれてるわけでございますから、それ同じ人に教わってるから、そういうところで、なんかリンクしてんのかなって、リンクアピールみたいな感じかなと思ってたら、そら、親父が一緒やったら、そらリンクアピールするやん、みたいな。ところで、このえげつない展開。ほんで、青野くんでね、せっかく、ちょっと本音をね、話し始められたというのに衝撃的な、で、しかも今まで佐伯くん、黙ってたわけでございますから、まあ、こんなんなかなか言えないけど、なかなか言えないけど、もうすっごい大事なことを黙ってたんで、青野くんもまた塞ぎ込んじゃってね、なんか防音室みたいなところで閉じこもって、完全にもう自分の声も外に出さないし、周りの声も聞きませんみたいな感じで終わりましたけども、ここからどうやってね、あの閉じこもった部屋から、閉じこもった心の中からね、青野くんが、こう、出てくのか、誰がそうしてくれるのかっていうところが、まあ、非常に注目ポイントでございます。まあ、あの、甲子園大好きなんでね、あの、この3週間の休止は悲しくもあり、でも、甲子園楽しみですしっていうところもあるんですけども、次回18話、非常に楽しみだなと思っております。衝撃的でございました。3つ目。ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと4話というところで、ゾン100は面白かったですね。4話、今までの中で、1話から4話までの中で、一番面白かったなって思うわけでございます。まあ、今回はね、CA のお姉さんとね、コンパするっていう話で、もう前半はほんま何やっとんねやろと、しょうもない話やっとんなと思いながら見ていたんですけども、やっぱそのアキラくんと、ゆかりちゃんの話が、まあ、すごく良くて、まあ、ゆかりちゃんっていうのはですね、まあ、CA さんでね、まあ、その業務をこなしているわけですけども、まあ、フライトが遅れた時があったと。で、その時に、乗客のおっさんに文句言われたんですね。要は噛みつかれたわけで、ございます。いや、お前らは空飛んでる召使いだろみたいな言われて、何のために CA してるかわからんくなったと。で、そこでアキラくんが、背中を押していくんですよね。まあ、おっさんに何か言われたかもわからんけど、その CA という仕事って誰の夢だったのと。自分がやりたいことなんだったら、そのおっさんの意見なんか気にしなくていいんじゃないって背中を押していって、まあその CA さんの心って晴れていくわけですよね。でも、その CA さん、ゆかりちゃんっていうのは、今度おっさんのゾンビに噛みつかれるんですよね、物理的
に噛みつかれましてもうあかんと、ゾンビになってまうっていうところで、今度このゆかりちゃんがですね、アキラくんの背中を押していくという、流れ、ここまでが非常に綺麗でございましたし、まあアキラくんっていうのはゾンビになるまでにしたい100のことリストを作ってずっと行動しているわけですよね。要は死ぬまでにやりたい100のこと、まあ死んじゃったらまあいいかなみたいな感じだったんですけども、そのゆかりちゃんに背中を押された、本当にやりたいことをやりたいという気持ちが芽生えまして、生きたいって思い始めたんですね。ここの流れも非常に綺麗だったなというところがございましたので、4話非常に面白かったなって思いますし、あのまあしょうもない面白さっていうので言うと、 CA さんって今回ゆかりちゃん以外に3人いたんですけども、1人の CA さんがですね、なんかおっさんにこう体触られそうな時に、いや触んなと、 CA ってそんな安っぽいもんちゃうからなっていう CA さんがいるにもかかわらず、もう一人の CA さんは普通に顕著に抱かれてるっていうところね、プライドもクソもねえなみたいな、そこの面白さもねあったりとかしまして、まあ笑えたりもしますし、まあ非常に深いところもあったかなというところで、私の中ではゾン104は面白かったなと思いました。次4つ目、死神坊ちゃんと黒メイド4話と、いうことで、まあ、ダレスね、まあ、ダレス悪いやつなんでしょうけどもね、なんか知れば知るほどちょっと感情移入しちゃうなっていう、なんかダレスもかわいそうなんちゃうのみたいな、ところを思っている次第でございますし、まあ、ザインと書くよね。もうザインとカフがどうなんねんっていうところがやっぱ気になるところでございまして、まあ最初ですよね。ザインがカフに対して、まあカフのためだったら、まあ何でもやるだとかね、なんかそんな感じのセリフを言っていたんですけども、その、まあ何でもやるっていうところは、そのカフのためにずっといるっていうわけではなくて、カフのために立ち去るというね、そういう意味合いだったんだなっていうところも、最後分かってくるっていうのは、非常に面白い見せ方だなと思ったんですけど、まあ次回ね、はい。次回、このザインとガクがどうなるのかって、やっぱめちゃくちゃ気になる。まあ、この動画出てる頃にはもう放送されちゃってるんですけれども、まあ、非常にね、次回の振りとしましては面白かったんじゃないかなと思いました。次、5つ目。現実のヨハネ5話ということで、やっぱ人間というものですね、変化したくないんですよね。変わらない幸せっていうのを追い求めてしまうんですよ。だって変化してしまうと、やっぱりめんどくさいじゃないですか。で、人生において変化ってどうしても訪れてくるんじゃないかなって思ってて、まあそれこそ、小学校から中学校へ上がるっていうところも変化だと思いますし、まあ、クラス替えなんかもね、変化だと思います。まあ、クラス替えに不安を抱いてしまうっていうのは、まあ、今までのクラスが居心地が良かったから、変わるのが嫌なんですよ。でも、新しいクラスになったら、もっと楽しくなるかもしれないのにね。知れないのに変化を恐れて動かないっていうのが、まあ、人間なんですけども、そういったところが描かれつつ、マリちゃんがね、やっぱ変化していくわけでございます。で、すごくいいなってのが、ヨハネがね、そのマリちゃんの背中を押していくっていう、ところが良くて、まあ、一緒に目をつぶってね、変わってるはずって言って、こう目を開けさせて、で、変わってる世界、まあ、素晴らしい世界、幸せな世界が広がっていたというのはね、非常にいいなっていうところはございましたし、まあ、マリちゃんもやっぱ変わりたいと思ってんすよね。うん、ずーっと外見てっから。うん、てかもうずっと耳を傾けてるっていうのもあるしね、まあ、ずっと見てるから、変わりたいっていう気持ちもありつつも、でも変わっちゃったら、悪いこと起こっちゃうかもしれないしなっていうところね、そのマリちゃんの心情の見せ方も非常に良かったんじゃないかなと思いますので、ここは非常に面白かったと思います。6つ目。英雄教室4話ということで、まあ、全力でね、真面目にふざけてるんで、この作品は、そこが良さなんですよね。もう、アーネストちゃんをね、この作品のヒロインよ。この作品のヒロインをもう太らせて、ダイエットさせるというのをね、丸々半分使ってやるという。もう素晴らしいね。で、そのアーネストちゃんのさ、なんか、とてっていうのあったでしょ。めちゃくちゃ可愛かったね。というところがあったのでね、やっぱこの真面目に不真面目一直線というこの英雄教室非常に面白いなと思っている人でございます。次7つ目、無職転生2期4話というところですね。まあ、今回ルディめっちゃ筋トレして筋肉をですね見てなんかニヤッとしていたじゃないですか。なんでルディが筋トレしてんねやろっていうところなんですけど、まあ、元々筋トレしてた理由っていうのは寝れないからだったと思うんですよね。寝れないからやることないし筋トレするかみたいな感じで筋トレしていたんやと思うんですけども、その筋トレをすることによってやっぱ筋肉って成長していくわけですよ。
って、その成長に嬉しさを感じているんやと思うんですよね。で、最後ら辺にやったかと思いますけども、なんかそんな別に魔法もね、成長してないし、みたいな。なんかその全然成長してねえよね、ルディ、みたいな、シーンがあったかと思うんですけども、全然自分が他のことで成長していないにもかかわらず、筋トレってやればやるほど成長するわけでございますから、そこの、快感、みたいなところに、ハマったのかなっていうところがあって、そのルディがその筋トレを続けてるっていうところの理由もしっかりあったのも面白いなって思いますし、まあ、無職転生すごくいいなと思ったのはやっぱ人髪のシーンね。今回は久しぶりにこう人髪が現れてですね、学校行きやみたいな展開があったんですけど、ここが本当にいいなと思ったポイントで、まあ、二つあるんですけど、一個目が、その学校へ行く理由がね、ED を直すためっていうところが、やっぱ無職転生らしいというかね、な、もうしょうもないや、まあ、男としては、この ED ってさ、もうとんでもない問題じゃないですか。やばいやん。もうだって、快楽がなくなる。まあ、だから筋トレしてたのかもしれないけど、その快楽がね、なくなるかのような、なくなってしまうような ED ってやっぱ直さなあかんと思うんですけど、その、ね、お母さんを助けるとかね、家族に遭遇するとかね、そういうのをほっぽり出して ED 直しに行くっていう。そこでこの、物語が転換していくっていうのはもう無職転生らしいなと思ってすごくいいなと思いましたし、二つ目にいいなと思ったのはやっぱ人神に学校を行かせるようにさせるっていう。これがすごく良くて、まあ、人神なしでね、あ、じゃあ学校行くわってなったら、いやいやいやと、ルディよと、お母さんより学校かいと、家族で集結するよりも学校優先かいって思っちゃうと思うんですけど、でも人神に言われたんだったらまあしゃあないかってなるじゃないですか。今まで人神のね言うこと聞いていいこと起こってるわけですから、あ、じゃあ人神の言うこと聞いといた方がいいよねってなるんで、まあ、この人神の使い方、まあ便利なんですよね。人神言ってしまったら便利なんですけども、やっぱここで人神を出してきたっていうのはすごく納得のいく学校への決意になるのかなと思ったので、まあ非常に面白かったなっていうところは、ございました。次回以降も楽しみです。8つ目、ダークギャザリング4話ということで、私ね、ホラー体質ないからなんですけど、いや、マジで呪いのビデオさ、怖くてさ、夜中に見てたんですよ。で、みたいな、画面見ながら、みたいな、こう、遠ざけながらね、見ていたんですけど、そこの、まあ、怖さはいいんですけどね、その解決策がえらいポップやったんでね、その高低差えぐいなと思いながら視聴しておりました。ってことで、日曜日は以上です。次、月曜日です。一つ目。レベル1魔王とワンルーム勇者5話ということでさ、私さ、未だにわからん。マジで。未だにわからんのですけど、女性とさ、ショッピングに行った際の攻略法って何なの？マジでわからんぐらいね。これとこれ、どっちがいいと思うって、これマジであるやん。マジであんの。で、どっちがいいと思うみたいな言われてさ、それは、もう決まってんのよね。ほんまはこっちがいいと思ってんのよと。で、私はこっちがいい。で、背中を押してほしいのよって意味で、どっちがいいと思うって聞いてくるわけ。で、それで外したらもうおしまいよ。あー、こっちかーみたいな言われて、で、私はこっちがいいと思うんだけどなって言われるわけ。じゃあもうお前もうそっちでーみたいな。私の背中を押す必要あるみたいな。もうさっさと決めてって、もう1時間経ってますよみたいなさ、ことあるやん。ショッピング行ったらさ。やっぱあれの攻略法ってなんかあんのかね。もうスマートにさ、その女性のお買い物を終わらせる方法。なんかもしご存知だったら、私はコメント欄で教えていただきたい。彼女はいませんけどね、やっぱその女性とショッピングに行く機会なんて私は結構ありますのでね、はい、ぜひとも教えてくださいっていうところでございます。あとね、温泉の豆知識ね、これ知れたね、よが良くて、なんか温泉でさ、この木の板グワーみたいにやってるとこあるじゃないですか。あれさ、パフォーマンスやと思ってたの、私ただのパフォーマンスなんや思ってた。お、温度冷めてんねやっていう、へえと思ってね、そこら辺の知識が増えたのは良かったなと思いました。二つ目、マサムネくんのリベンジリターン5話ということで、めちゃくちゃあっさり付き合うやん。ここまでやってきて、もう一瞬で、それで付き合うんかいみたいな。ちょっと表紙抜けしてしまいました。あとね、ここから、小祝と正宗の関係を掘り下げる必要あるのかっていうところは正直思っちゃいましたかね。まあ面白いんかもしれないですけど、やる意味もそんなに感じないのかなっていう、ところで、ございました。三つ目、物語17話ということですね。氷馬への信頼がね、あるようでないというかですね。まあ氷馬しか今頼れないのよみたいなところを最後言われてはいたんですけど、それでもその氷馬とボタン二人だけではちょっと危険かなって思われてる。まあ周りの力がね強すぎるってい
うのもそうなんですけど、まあちょっともう一歩その評価への信頼が足りてないんだろうなっていうところは、切なさを感じますし、でもその評価ね、真の武器を手にしてですね、強くなりそうっていう、本当の力を発揮しそうっていうのは、まあ非常に激アツな展開だなって思いますし、やっぱ評価の中でも、復讐というか、カラカサを倒すために戦ってるんだっていうところではなくて、ボタンを守るためというか、まあ、誰かを守るために戦うんだっていう行動の指針が変わってきてるっていうのは、まあ、非常にいいんじゃないかなと思ったポイントでございました。4つ目、シンデュアリティノワール4話ということで、まあ、主人公カナタの成長を描いていたらしいんですけども、まだ4話しかね経ってないですので、全く心がね動かなかったなというところで、ございました。まあ、これ2クールあるんで、まあ、序盤はねキャラクター紹介みたいな感じで、まあ、結構薄いエピソードをまあ並べていくのかなと思ってる次第でございます。5つ目、おかしな転生5話ということで、もうお菓子作ってもらっていいですか。いい加減お菓子作ってくれ。もうちょこーっとこうお菓子出せ。ちょこーっとお菓子出すけどさ、もう基本的なんかもう政治の話しかせん。そうじゃない。お菓子の話をせい。お菓子の話にちょろっとこう政治絡めるみたいなのがいいと思うんですけどね。もう政治の話しかせんから。まあなんかちょっとね、軸ぶれてんちゃうかなと思いますし、私はおかしな転生が見習った方がいいと思う作品あるんですよ。それがね、もっとお邪魔とドレミ。これ見習った方がいいですよ。もっとお邪魔とドレミっていうのは、お菓子を題材にしながら、まあ、学校の中の人間関係とか、まあ、親子の関係とか、いろんな関係をね、描いていったんですよ。そこのお菓子の絡め方がね、非常にうまかった。もっとお邪魔とドレミをね、見習ってほしいね。おかしな転生を、もっとお菓子作ってくれと、永遠に思う、第5話でございました。6つ目。夢見る男子は現実主義者5話ということでですね、もう確実に佐助もう体調悪くてぶっ倒れてたじゃないですか。もう3時間ぐらい寝てたんでしょ。3時間分授業寝てたのに、もう先生も保健室に連れて行かない。で、周りのクラスメイトもなんか心配しない。ただ寝てるだけみたいな。思って。まあ、佐助のね、今までのその行動があってこそ、あ、こいつ、サボってんのかって思われてたのかもしれないですけど、まあ、さすがにぶっ倒れるかのようにさ、寝たところを見てるわけでございますから、周りのクラスメイトもさ、それはいかがなものかと思いながら主張していたわけでございました。なんか佐助を、なんかボコボコにしただけの回かなというところでございました。以上で月曜日終わります。次、火曜日です。一つ目。好きな子がメガネを忘れた5話ってことで、私5話ね、面白かったなと思って、秒で終わったんですよ。もう終わったみたいな感じで終わったんですけど、まあ、今回はね、バレンタインと、まあ、ホワイトデーのね、話をしたという、ところでですね、私はいいなと思ったのは、小村くんがね、告白をしなかったという、ここのシーンがね、まあ、めっちゃリアルと思って、よかったんですけども、まあ、今回みえちゃんからね、小村くんってチョコレート欲しかったというか、まあ、もともとね、あげるって言われていたんですよね、友チョコというところで。まあ、ここでね、小村くんが、あ、異性として意識されてないんだって、まあ、ショック受けるっていう、まあ、そこもま、いいなと思うんですけども、友チョコあげるっていう流れで、みえちゃんがね、あいつアホなんで、個数をね、多分数えてなかったんでしょうね、なんか適当に作って、まあ、詰めてきたんかも、わかりませんし、急にあげたい人ね、増えて、まあ、オーバーしたか分かりませんけども、小村くんの分忘れてたんですよ。おかしい、みたいな。お前一番小村くんに渡したんちゃうのみたいな。思ってましたけども、まあ、小村くんにはチョコ渡せなかったというところで、まあ、その代わりに一つ願い聞くわ、みたいな流れになってくるんですよね。で、そこに乗じて小村くんって告白していこうと、告白しようとするわけなんですけど、ここで小村くん言い訳するんですよね。なんか、もっともらしい言い訳して、いや、ここじゃない、みたいな。こういう流れじゃなくて、ちゃんとした時に気持ち伝えようっていう、ちょっと言い訳をして告白するのをやめるんですけど、この言い訳するっていうのが、まあ、めちゃくちゃリアルで、まあヘタレという言葉でね、片付けたら、まあ、それまでなんですけども、なんか、ありません？皆さん、なんか、やらなあかんことあるけど、なんか、もっともらしい言い訳を自分の中で作ってやめとくみたいな、まあ、あると思うんですよね。それを小村くんが今回やっているっていうところはですね、非常に人間として、まあ、リアルだなと、思ったので、まあ、人間味のあるシーンだったなと思ったので、私はいいなと思った試合でございました。まあ、B パートの、まあ、ホワイトデーに関してはね、小村くんからもらったお菓子をね、秒で食べるっていうそのみえちゃんの可愛さ、あと、小村くんのことほんまに好きなんやなと思ってるっていうところがね、わかるというところで、よかったんじゃないかなと思いますけども、やっぱ一番は小村くんの人間味、ここ非常に良かったなと思いました。それでは次二つ目。
ヘルク4話ということで、私はね、セミロングバミリオちゃんの方が好きやけどね、あのロング バミリオちゃんもいいけど、髪切ったセミロングバミリオちゃんの方が可愛いかなぁと思いながら視聴していた第4話でございました。ということで火曜日は以上です。次、水曜日でございます。1つ目、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう5話ということで、あの世界って調味料が貴重らしいんですよね。なので、あの料理とかは薄味ですよっていう話をしていたかと思うんですよ。で、今回大手なんか料理チェーン店みたいなのが来て、そこに淘汰されている、元々のその老舗の店みたいなあったかと思うんですけど、その老舗の店の皆様がですね、濃い味付けを一瞬でできるのはなんでやねんと思ったっけ、調味料ないんちゃうのみたいな、発酵は調味料まで出してあげてなとか思いながら見てたんですけど、ちょっと都合いいなみたいな、なんでそんな再現できんねんっていう我々の世界の食べ物をと思いながら視聴しておりました。2つ目、私の幸せな結婚5話ということで、まあこうなっちゃったかって私は思ったんですけども、とにかくもう全員幸せな年は、はい、登場キャラクターもうミオとクドだけじゃなくて、カヤと、コウジ、ここら辺も、もう全員幸せになる展開を私は待ち望んでいるというところでございます。次3つ目。白聖女と黒牧師4話ということで、今回ですね、他の聖女のお話が出てきたかと思うんですね。まあ過去回想だったんですけど。で、その聖女の話っていうのが、病気に患って亡くなったみたいな話だったんですよ。でもその病気ってもうめっちゃやばい病気なわけじゃなくて、病院に行けば治るような、病気だったんですよね。でもなんで病院に行かなかったかと、それは聖女だからなんですよ。聖女はもう特別やと、ね、特別な存在やから風邪なんか引かないだろうっていうところで、連れて行かなくて亡くなったという、まあそういう聖女のお話があった中で、第2話でまあそのセシリアがですね、特殊であることを気づかない方が幸せなんやみたいな話をしていたわけですよ。これってのはやっぱりセシリアっていうのは過去にまあ聖女へとバレたことによって、ね、辛い目にあったんだろうなみたいな、特殊だからこその不幸ってあったんだろうなっていうところが、まあ非常に印象付けられるエピソードだったなって思うんで、いやもうセシリア何があってんと、今めちゃくちゃ幸せそうじゃないですかね。でここまでローレンに出会うまでお前は何があったんやという、そこが非常に気になってしまう第4話でございました。4つ目、ニエ姫と獣の王16話ということで、タイトルのニエ姫ってそういう意味やったと思って、で第1話のね、その生贄から姫になりましたのニエ姫かと思ってたら、いや姫になって次に生贄になってしまうかもしらんというそのニエ姫って意味もあったのっていう、ここは非常にびっくりしましてですね、まあ面白くなってきたんじゃないかなって思いますし、サリフィーの覚悟とその覚悟を感じ取ってレオンハートがまあ決意していくっていう、ここのね、流れも痺れましたので、まあ今後の展開楽しみだなと思った次第でございました。次5つ目、アンデッドガールマーダーファルス5話ということで、まあ、新しいお話に入ったので、まあ、種まきみたいな感じですよね。なので、まあ、特にお話しすることはないんですけども、とにかく私は何も分かってません。はい、現状何も分かってないですし、最後にリンドウが言った五右衛門、石川五右衛門のヒント、全く分かりません。というところで、今後楽しみだなと思っている次第でございます。ってことで、以上で終わりたいなと思います。ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録するかどうかはお任せするんですけど、おすすめ動画どっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただけます。幸いです。ハッピーで君の届けで。